はい、皆さんこんにちは。ファミチャップスタースターさん、マコゾーです。そしてタイガー桜井です。あの宮本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日ははいモンダラガチャ、はい俺だけ残してたから、あのこれ通称あのラファエルガチャ、ラファエル、おーあのねチャンスね、今あれか、はい、ラファ時期、うん、そうラファ時期、ジギルラファ、うん、だから俺 初のラファ、俺がラファエルをお迎えするっていうガチャだから。出るかな。でもラファエル確定みたいなバナになってますからね今ね。確かにラファエル確定これ有料5人じゃないですか。怖いよねこれ。よし、まあラファエルだけだよな。はい、俺が今回狙うのはラファエルだけ。あ、いきますか。それ以外はいらね。一応見ていい、まあ、ジギルとハイドも出るんでしょ。出ますね。出ますね。まあでもこの辺は出ないよっていうやつね。そうですね、最近のめっちゃ最近のキャラと限定は出ないですね。間違ってダルタリアン出たらどうします。間違えちゃったっつって。それ間違ったよな。いろいろ間違ってる。いろいろ間違ってるね。でもね、ラファエルとはだってここでもし会えたら3年ぶりということでいいですか。そうね、リアルそうだね。やばいなそれ。だって、うん、ずっと大園さん の, あのリーダー、うん、初代ターザン大園 の,、うん、あのフレンドワークのところにはラファエルがいたんですよ。え、あの進化のやつ。そう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 、はいはい、エウアンゲリオン。まだね、重進化とかなかったから、ね、マジで、うん、そう、あの、そんな嬉しくないやつ。そう重進化、ズームやるやつ、ね、さんたまに死んでたから。そうそうそう、だからこう、まどえみたいなね、アイコンみたいな、孫さんのアイコンがあれだよみたいな。確かにね、はい、だそれだけ思い入れが強いと思うので、うん、確かに確かに弾けると思います。そろそろ来てもいい頃だと思う。弾かなきゃダメ、うん、弾かなきゃダメよ。俺もこのモンダマガチャで限定出してる人見たことないんだよね。いや、俺もない、うん、俺もない。だから見してください。検証してください。今日ね。もうどうやってるの？出るよって。じゃあ引いちゃうよ。はい。お願いします。頼むラファエル、マジ。俺これ結構チャンスだから。ダメですよ、ラファエルにお願いしても。頼む。お願いしないと。いや違う。俺ラファエルにお願い。とうとこい。とうとこい。あああれ全部ラファエルだから。あの卵全部ラファエル。嘘。頼む。全金じゃ全金。頼む。とうとう。とうとうじゃねえ。ラファエル頼むマジ。俺もうこれじゃなかったら本当なんかストライカーズコレクションとか来ないと俺無理だから。頼む。お願い。懐かしいやん。お願いお願い。さあ。さあ我々。見ないよ。おお。あれなんか。持ってんのかな。持ってた気がすんな。持ってた気がすんな。見えた見えた。これあれ？竹三日槌じゃん。いや。ブラクモス。あ、ブラクモノか。あ、そっかそっか。持ってない持ってない。持ってないですか。ありがとうございます。イエーイ、やったおめでとうございます。はいはい、あ、強いじゃん。いや、ブラコも強いっすよ。ブラコもはドラキラクは関キラ、うん、うんうんうん、そうですね。あ、よかった、危ねえ。とりあえず持ってない。いや、持ってないだけでも相当嬉しいわ。おめでとうございます。おめでとうございます。え、こっちゃん、これ何やねん、どういうやつ。ドラキラ L か、うん、あの、あ、そうそうそう、これ書いてあるか。あー、これ竹ゼロとか、竹ゼロとか、ね、ワンウェイレーザーのやつね。そう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 、パナイが使ってたの見た気がする。ドラゴン、あ、なるほどなるほどなるほど。はいはいはい、これなんかよくあれで見たね、グランプリで見た、グランプリで見た、見ましたね。多分俺こっちかな。こっちはほんと竹ゼロでめっちゃ強いですね。こっちにするかな。はい、やったわ、ありがとうございます。おめでとうございます。あー、よかった。よかった、持ってないキャラで。いや、俺マジ、いや、新規はね、いいっす。俺もベートーベン出るのが一番鬼だった、ね。いや、ベートーベンだと逆に美味しい。3体打つの俺、ベートーベンマジ。はい、ということで、はい、無事に雨の村雲でしたね。うん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、まあじゃあ竹ゼロでね、活躍させていきたいと思いますね。そうですね。はい、ありがとうございました。じゃあ、もう終わりだから。バイバイ。ラファエルじゃなかったけど、俺は、本当は嬉しいから。